越しいただいております。ご紹介しましょう。平原綾香さん、そして藤沢典正さんです。どうぞ。とても海に合う曲ですよね。そうですね。ベートーベンはドイツの作曲家なので、最初にこの映画を2人で見た時に、海っていうのはすごい非常に力強く、そういう時には穏やかで、力強かったりという、そういうイメージが非常にこうドイツというね、ドイツのベートーベンにこうぴったりだなと思って、それで、この「悲愴」を選びました。この映画の日本語版のナレーションを務められました宮沢りえさんです。どうぞ。素晴らしい映像が、もうとても言葉にはなってないんですけど、すごくたくさんのことを語りかけている印象がしたんですね、私の中で。だからできるだけ映像を邪魔しないように、本当にもうこのぐらい小さい子で言いぐらいだったんですけど、それじゃ聞こえないって監督に言われて、映像を邪魔せず、でもこの映画が伝えたいと思っているメッセージを伝えるっていう、なんかとてもそのバランスを考えながらやりました。もし水の中に住む生物だったら、自分たちは何になりたいですか？イルカです。あんまりオチがなかったですね。なぜ笑われてるんでしょうかね。なぜでしょう。絵ですね。なんかこの映画を見ていたら、波も本当に生き物たちの一部のような感じがすごくしたのと、時には激しく、時には穏やかに、いろんな海に自由に行ける波になってみたいなと。振り返ってみて、2009年ってどんな年だったんでしょうか？出産を経験したり、今までになかった時間がスタートした、すごく大きな時間でしたね。仕事に対しては安定を求めず、いつでも挑戦をする、躍動的な1年にしたいなと思ってます。